これからいよいよホームの JT 広島サンダーズ対サントリーサンバーズの一戦をお送りしてまいります。ハイタッチをしたのがキャプテンの星谷です。さらには、藤中、塩田、リベロが鶴田というメンバーです。さらにはアウトサイドには山本、リベロには唐川というメンバーです。チャンスボールは JT 広島、深瀬を上げる、バックを使ってくる、レフトからムセルスキー、上がっている、ブロックを使ったがブザーが鳴りました。チャレンジの要求があったようです。どうですかね。さあこの、なるほど、ホールとネットタッチがありましたね。はい、レフトからエドが打ち下ろしてきました。オーストラリア代表、2メートル12センチあります。さあここは広島にちょっとつなぎのミスがありまして2対2のタイスコアになりました。その広島、ライトからエドガーです。さあロシア代表とオーストラリア代表のオポジットの対戦です。さあそのムセルスキーがアウト、バックから打ってきました。ここまでは3連勝、まだ1セットも落としていません。 JT 広島、それも大分東レ FC 東京、いいサーブ、はい、これもサーブポイント、Gです。ここはサーブミスの応酬となってしまいまして結局25対19、第1セットは地元の JT 広島が先取しています。はい、なんというんでしょうね、今までのように、誰か一人が決めるではなくて、はい、本当にチーム力の勝負が、チーム力、サーブレシーブですね、はい、サーブレシーブの、まず練習というのがすごくしていると思いますし、はい、少し割れたところからのクイックというのも、今、そういうところでその一つの選択肢として先ほど、中川さんがおっしゃった、石川祐希の使い方というところにも出てくるわけですね。そうですね、キャプテンの山本がフォワードに上がってきました。バックを使うムセルスキーとの相談というところも出てくると思いますが、どうやって流れを、持ち返すか持ち直すかというサントリーですが、エドガーが切りました。さあここでアウトサイドヒッターヤコが入ります。8つの子供と書きましてヤコと読む、リリーフサーバーに起用されました。さあ広島がセットポイント崩した、ライトから小川ブロック、最後も小野寺が締めました。ネット上ちょっとついた、エドガー、 JT が1回目のテクニカルタイムアウトを取りました。ポイント8対7、 JT リードです。レフト地中、ナイスパイク、ここはよく打ち切りました。ムセルスキーからバックを使う、いいですね。ムセルスキー選手、今自分でチャンスボール取ったんですけども、はい、そのチャンスボールが自分がしっかり入れる高さですよね。丁寧に丁寧に上げているので、いいプレーをしたなと思いますね。エドガー落ちるサーブ、ジャンプからセンターを使いました。千代田、いいですね。このセットからアントリーの方もミドルブロッカー出す増えてきましたし、はい、徹底もかなりしてきましたので、やはりいい勝負というか JT の方もブロック迷いますよね。安永が 62.5%、 小野寺が 83.3% です。 JT 高いですね。ここで2度目のテクニカルタイムアウト、16対13、 JT が取りました。幾分塩田が目立つような印象はありますけれども、それでもなかなか JT ほどではないというのがここまでの数字です。そうですね、1セット目なんか特に決定率なかったので、はい、そこで3セット目出す前衛ブロックも高いので、レフトからムセルスキー、すごい、ドカンと一発、24対24のデュース、素晴らしいですね。高さもそうなんですけども、はい、本当にストレートの奥の奥ですよね。そこをその高さから狙われると、はい、ちょっとナイスパイク、ナイススパイクしか言えないですね。そうですね、もう褒めるしかなくなっちゃいますね。奥を狙うジャムトスからライトだ、いいですね。さあ最後はチンが決めました、ライト。そして25対24、再びマッチポイント。
サントリーの粘りが続きます。第3セット、ダイレクト、おナイス、最後はエドガーで締めました。この喜びの表情、サントリー相手にストレート、セットカウント3対0で JT が取りました。